午後9時半ごろ、札幌市東区北23条東16丁目付近で乗用車同士が衝突する事故があり、車に乗っていた3人がけがをして病院に運ばれています。現場は札幌市営地下鉄東方線元町駅のすぐ近くです。この事故で車1台は工事中の建物に突っ込み、もう1台は電柱に突っ込んでいる状況が確認できます。警察が原因を調べています。